どうも大之助です。今回は非常識って現代社会においてむしろメリットが多いよということについてお話ししていきます。この動画を通じて皆さんにお伝えしたいことから先にお話ししていきますね。というのも周りの人たちと同じ道を通っていたら同じ場所にしかたどり着けないわけなんですよね。やっぱ僕たち幸せになりたいじゃないですか。で、幸せになるためにどうしたらいいのかというと、身の回りの人たちの9割以上が常識人ですよね。で、常識人たちの言う通りに従ってたら大丈夫っていうふうに僕たち思いたいじゃないですか。だから大企業とか銀行員とか公務員とかそういう安定した仕事について、そして20代の人に結婚して子供を産んで家とか車をローンで買う、そういうふうに常識人たち言ってますよね。これが幸せなんだっていうふうに僕たち思い込んでますけど、身の回りの常識人たち見てみてくださいよ。みんな楽しそうに生きてます？死んだような顔して仕事行きたくないっていうふうに暮らしてません？彼は幸せそうですか？すいません、ちょっと水飲んでお腹がぐるぐる言ってるんですけど、少なくとも僕社会人始めて5年とか6年とか経ってるんですけど、僕の身の回りで仕事めっちゃ楽しいって人一人もいないですよね。で、僕含めて、2、3割の僕の身の回りの人たちはメンタル病むか転職してるんですよね。で、残り今の仕事頑張ってる7割の人たちも半分ぐらいの人たちは転職を考えていたりとか転職活動してたりとか、運命を諦めて何も行動しなかったりとか、そういうような人生を送ってて、少なくとも今の人生最高だって人とは僕まだ巡り合えていないんですよね。そうなったら、そこで僕ずっと思ってたんですけど、常識に従うことって、これこのゲームに従ってじゃこのゲームから降りなきゃいけないんじゃねっていうふうに思ったんですけど、皆さんもそう思いません？その自由に暮らしている人って西村裕之さんとかメンタリスト DAIGO さんとか中田敦彦さんとか、キングコングの西野さんとか堀江貴文さんとか、その周りから石を投げられまくっていた変人というかちょっと変わった常識とは違う行動をとっていた人たちばかりじゃないですか。つまり僕たちが自由に暮らすためには常識人たちにむしろ嫌われるような煙たがられるような行動をしていかなきゃいけないんじゃないのって話なんですよね。で、相手の話を忠実に真似をしたら、その相手、そのアドバイスをしてきた相手と同じような人間になるわけなんですよ。つまり皆さんが僕の言ってることを忠実に真似し続けたら、早口な割に中身すっからかんな人間になっちゃうかもしれないわけなんですよね。だから大之助の話は聞きたくないっていうふうに思ったら別に無視していただいて構わないですけど、で、皆さんの身の回りでうわこいつ尊敬できないなっていうふうな上司とか、例えばもちろん育ててもらった恩はあるかもしれないけど、自分の両親とか毒親で尊敬できないとか、そういうのあるじゃないですか。で、その人たちのアドバイスを忠実に聞き続けていたら、尊敬できない上司と同じような社畜と運命だったりとか、毒親と同じように自分の周りの人たちを恥の感情とか罪悪感とかでコントロールするような、人間的にひどいような尊敬できないような人間に僕たちもなっちゃうかもしれないわけなんですよね。で、そもそもこの多様化した社会で人それぞれ好きなこととか価値観って違うわけなんですよね。だから安定した職業について20代で結婚して子供を産んで家とか車をローンで買うのが全員幸せとは限らないわけじゃないですか。僕みたいに飲み会大嫌いで一人で本を読むのが好きな人だっているわけなんですよね。にもかかわらずみんなノミニケーションだ、飲み会でみんな仲良くなるんだみたいな、そういう昭和みたいな考え方をしている人たちが そういう社会が正解かと言われたらそうじゃないよねって話なんですよね。で、自分の本音に正直に従っていいんですよ。変でも別にいいんですよ。変人でも別にいいんですよ。むしろ変人の方が周りと違う景色を見ることができるから、結果的に自由な生活を謳歌することができるかもしれないよって話なんですよね。少なくとも僕たちは自分の才能を信じてないじゃないですか。だって才能がある人間だったら今こんなに苦しくないからね。今挫折して苦しいなっていうふうに感じているということは、皆さんも僕と同じ凡人なんでしょ。けど凡人だけど自分の人生を本気で変えたいっていうふうに思ってるから今この動画をご覧いただいてるんですよね。だったら凡人が他の人と同じことをしてたら他の人と同じ運命しか待ち受けていないわけなんですよ。アインシュタインさんの名言で、他の人と同じ行動をして違う結果を求めることを人はそれを狂気と呼ぶみたいな、そういう名言があるんですよね。僕たちは他の人と違う人生を過ごしたいというふうに思っているのに、他の人と同じような仕事をしていたりとか、数少ない可処分時間、自由な時間をなんか家帰ってからだらだら YouTube 見たり、あまつさえ大之助怠惰な自分を変える方法とかいう、中身のないような人間の、動画を見て自分の可処分時間を減らしてません？それよりも早く寝て早く起きて散歩して読書して副業してっていう方が僕たちの人生のためになるわけなんですよね。そういうふうにちょっとずつ自分の人生変えていきましょうと、他の人たちがやってない行動で差をつけていきましょうよって話なんですよね。ということで、タイトルの内容をもうちょっと補足していきたいんですけど、常識イコール幸せかって話なんですけど、さっきちょっとフライングで話しちゃったんですけど、そうじゃないことは皆さんご存知ですよね。
常識人たちは全然幸せそうに暮らしてないじゃないですか。仕事行きたくないというふうに言ってるじゃないですか。もう常識イコール、常識に従うイコール幸せになれないっていうのを、もういい加減気づきましょうって話なんですよね。まあ、人間は生存本能として社会的証明といって、大勢の人たちと同じ行動をすることによって生存してきた、生存確率を上げてきたっていう習性があるわけなんですよね。だけど東日本大震災で例えば津波なんて来ねえよっていうふうに思っていた人は逃げ遅れちゃったわけですよね。とか2014年に韓国でセウォル号沈没事件だったの覚えてます？修学旅行生たち、船長だけがいち早く脱出して、修学旅行生たちはなんか沈んでるらしいけど大丈夫じゃねっていうふうに部屋で携帯とかついていたら、まあ、ほとんどの修学旅行生たちはその海に飲み込まれちゃったわけなんですよね。みたいなふうに周りの人たちがやっている行動イコール正解とは限らないわけなんですよ。で、日本も少子高齢化と人口減少という、まあ、ハードモードな、少なくとも僕たちの親世代よりもハードモードな社会を生きているわけなんですよね。そんな中で、そう、日本は実は少しずつ国民全体が貧乏になっていってる、その少しずつ沈みゆく巨大なタイタニック、日本というタイタニック号に僕たちは乗ってて、そして最後の一部屋を争ってるような状態なんですよね。だから周りで幸せそうな人たちは全然いないわけなんですよ。みんな自分を削ってるからね。そうじゃなくて、やっぱ自由になってる人たちっていうのは、そのメンタリスト大吾さんとか中田敦彦さんとかは周りにバカにされながらも自分で船を作って自分の大事な人たちを乗せてこの泥船から脱出してるわけなんですよね。そう、僕たちが今やってるゲームっていうのはクソゲーなわけだって、一部の権力者しか勝てないわけなんですよ。だからやってるゲームを変えましょうって話なんですよね。さっきのタイタニック号の話したわけなんですけど、やっぱね、世の中っていうのは正義の押し付け合いなわけなんですよね。で、自分にとっての宝石は他人にとって石ころっていう場合が多々あるわけなんですよ。例えば僕の両親は僕にとって大事な家族なわけなんですけど、何があっても守りたい対象なわけなんですけど、皆さんにとっては僕の両親なんてその辺ただのおじさんおばさんなわけなんですよね。僕の両親が死んだところで僕は悲しいけど、皆さんにとっては痛くも痒くもないわけなんですよ。僕の親友は僕にとって大事な仲間であって、あと50年後もたくさん思い出を作っていきたいというふうに思うんですけど、僕の親友は皆さんにとってはいくらでも替えの利く社畜っすからね。みたいな風に人それぞれ大事なものって違うわけなんですよ。だから自分の大事なものを守りたかったら、自分の正義を貫きたかったら、守れるだけの力をつけろよって話なんですよね。で、声を大にしてこの動画で言いたいのは、その僕も結構変人とか常識外れとか言われることとか、幼少期からなんか周りと価値観合わないなって、なんか集団に溶け込むことがすごい苦手だったんですよね。で、それがすごいコンプレックスだったわけなんですよ。なんで僕はみんなができていることとかできないんだろうって、なんでこんなに社会性が低いんだろうっていう風に思ってたんですけど、まあ、もう生まれ持った性質はその簡単に変えられないから、無理やりねじ曲げるよりもこれ利用しようというふうに最近ここ数年やっと思えるようになったんですけど、皆さんも非常識っていうふうに言われることを、まあ、この動画をここまで聞いている方々はなんかお前変わってるよなというか、煙たがられるというか、なんか社会とうまくなじめないなっていうふうな不器用な人たちとかも多いかもしれないですけど、別にいいんですよ。というのも、周りと違う考え、非常識な考えを持つということは他の人よりも幸せな人生をつかみやすいってわけなんですよね。というのも、常識に従うことイコール幸せになれないっていうのだけは、そういう落とし穴があることだけは僕たちも気づいてますよね。その落とし穴に、その普通に自分の心の声に従ってたら、その落とし穴にはまらないルートを行けるっていうわけなんですよね。これってすごいアドバンテージだと思いません？他の人たちは幸せだ、こっちに幸せがあるっていうふうに思いながら巨大な落とし穴にポンポン入ってって、でもう二度と出られなくなってってるわけなんですよね。僕たちはそれを早めに気づいてるし、普通に自分の心の声に正直に従ってたらその方向に行かないわけなんですよ。こんなに優れた点はないって思いません？で、非常識というと別に誰かを傷つけたりとか無礼なことをしろっていうわけじゃないんですよ。ただ日本っていうのは法治国家であって、法律の範囲内であれば別に好きなことしていいわけなんですよね。別にアンチコメントが どれだけそのアンチが湧いてこようが別に知ったこっちゃないわけなんですよ。まあ、皆さんもアンチとか怖いかもしれないですけど、別にその SNS で情報発信とかしなくても皆さんの身の回りで皆さんの悪口を言ってるアンチはいますからね。で、仮に皆さん、その例えばボスニア・ヘルツェゴビナの人からめっちゃお前嫌われてるぞっていうふうに言われてどう思います？とか南スーダンでもいいんですけど、とかマダガスカルとかでもいいんですけど、どこやねんっていうふうに思いません？そもそも、いや別にいいしって、そのボスニア・ヘルツェゴビナの国民たちに嫌われても何の痛くも痒くもねえよっていうふうに思いません？だって関わることないんだから。同じっすよ。ネットでアンチコメントを書いてる人たちっていうのは自分の人生と向き合うことをやめた暇人たちばかりなんですよね。で、彼らは現実世界に出てこないんで、そんな人たちに何を言われたところで少なくとも僕は痛くも痒くもないんですよね。で、だからそういううぞうむぞうたち、ネットでアンチを書いてる人たちって 0.48% ぐらい、ネットユーザーの 0.48% ぐらいだから1000人中 4,5 人ぐらいの最底辺の人間なんですよね。そういう人たちの意見に忖度して
自分の力を磨かず、自分の大事な人たちがピンチになった時に助けられないような人生を選ぶのか、それともそういうあの昔の僕みたいなゴミ人間たちの言うことを無視して、うぞうむぞうに嫌われてもいいから自分の大事な人たちを守るために全力を費やす、その人生どっちが皆さんいいですか？どっちの人生を選びたいですか？まあ、答えは明白かなっていうふうに思うわけなんですけど、僕は勝手に思ってるんですけど、そう、人に迷惑をかけない範囲で好きなことをすればいいわけなんですよ。で、学校とか職場とか、あのもちろん僕は学校とか職場でもその馬の合うというか大事な友達とかもできましたよ。ただ全員が全員仲いいわけじゃないじゃないですか。上辺だけの傷を舐め合うような、あのお前は悪くないよだったりとか、聞いてくれよ、俺の方があの不幸なんだよみたいな風にお互い努力しない自分を正当化し合うような、そういうぬるい関係にあの適応しなくていいんですよって。吐き気燃やしません？吐き気燃やしてるから嫌だなっていう風に思ってるから、窮屈だなっていう風に思ってるから、なんか別の居場所を求めているんですよね。で、あのぬるま湯に浸かり続けていたら、そのぬるま湯が冷え切った時にもう新しい温泉を探しに行く体力なくなっちゃってるわけなんですよ。だから早いうちにぬるま湯から脱出しましょうって話なんですよね。そう、ぬるま湯にいるとみんながいるから、まあ、別にまだ出なくていいやっていうふうに思ってるかもしれないですけど、気づいたら出られなくなっちゃってるとか、動けなくなっちゃってるかもしれないわけな、動けなくなっちゃってるかもしれないわけなんですよね。で、その今のそのゴミみたいって言っちゃった、そのぬるい環境に居続けているのが嫌だったら新しい場所を探すしかないわけなんですよね。で、僕の好きな故事成語で炎弱いずくんぞ広告の志を知らんやっていう故事成語があって、まあ、ちっちゃい鳥に大きい鳥の視点は分からないよねっていう意味なんですけど、だから皆さんが何か夢があるとかやりたいことがあるっていうふうに大きく羽ばたこうっていうふうに思ったら、周りの小鳥たちがピーチクパーチクさえずってくると思うんですよね。どうせお前には無理でやめておけけど、気にせず思いっきり飛んでください。彼らはどうせついてこれないから。そして好きなだけ飛んでった先に、皆さんと同じように窮屈だなーっていうふうに思って大きく羽ばたいた仲間たちがどこかで必ず皆さんと出会えるはずだからっていう、そういう素敵な言葉なんですけど、だからたとえ自分の親だろうが職場の上司だろうが、この人の意見聞きたくないなっていうふうに思ったら、自分の好きに生きていいんですよ。僕たちはどこへでも行けるわけなんですよ。幸いなことに人類史の中で最も自由に生きられるインターネットの発達とグローバル化とかによって、僕たちは例えば西村弘之さんとか中田敦子さんみたいに、その気になったらいつでもどこでも仕事ができるし、どの国でも暮らせるような時代に生まれてきてるわけなんですよ。知識だって図書館とかそのインターネットで調べたり、すみません、ゲップ出ちゃいました。インターネットとかチャット GPT とかね、いっぱい知識は収集できるわけなんですよ、あのお金をかけずにね。だから僕たちはその気次第、やる気次第、向上心次第でいくらでもスキルを身につけることができるんだから、とりあえず好きなことやってみようよって話なんですよね。だから結婚、20代のうちに結婚とか安定した企業に就職とか家を車をローンで買うみたいな、そういう固定観念とか敷かれた理由とかあるかもしれないですけど、それがあなたが本当にやりたいことなんですかって。その自分の宝石は他人にとって石ころっていう話したと思うんですけど、その逆もしっかりで、他人にとって宝石の価値観でも自分にとっては石ころのようなものもあるわけなんですよね。だから自分は誰かに押し付けられた夢を追いかけてないかっていうことを、ぜひ胸に手を置いてみて考えてみていただきたいんですよね。で、日本の学校とかも、その人に言われたことを淡々とこなすソルジャーを作るための教育機関で、その日本の学校って昭和初期から学校のカリキュラムとか全然変わってないんですよね。昭和初期と現代ってテクノロジーとか全然違うじゃないですか。にもかかわらず旧態依然とした組織が全然その学校の教育方針とか変えてないって、由々しき時代だと思いません？子供たちがかわいそうっていうふうに思うんですけど、その僕は別の動画で効率的勉強法とかもお話しさせてもらってるんですけど、学校で習ってる勉強方法とかもすっげえ非効率なんですよね。マーカーを引くとか黙読するだったりとか集中学習とかね。そうじゃなくて、学生のうちに友達たちとたくさん思い出を作っておくだったり、宿題やるのって子供の学習にあの科学的に根拠ないし、ストレス溜まるだけだよねみたいなこととかも明らかになってるし、なんかもっとできることあるよねって。それに効率的学習法を脳の構造とかを子供たちに伝えておけば、子供たちは少ない時間で大きな成果をなせるようになって、勉強が楽しくなるかもしれないわけなんですよね。その勉強、たくさん勉強したのに全然成績が良くならない、勉強楽しくないっていう風に一生学習しないような人間を輩出するよりは、ちゃんとしたその脳の構造とか効率的な学習法、勉強した後は目を閉じるだったりとか昼寝するだったりとか、あの夜眠る前に勉強するとか、あの自分で言語化する、思い出す、人に説明するとか、そういうアクティブラーニングが効果的なんだよってこととかね、そういうのを実践したら、子どもたちに教えたら、
子供たちの人生とかもっと有意義に使ってもらえるのになっていうふうに僕はすごい嘆かわしいわけなんですけど、何が言いたいのかっていうと、そうやってその学校で習うこととか大人たちが言うことイコール正しいとは限らないわけなんですよ。もちろん僕の友達で学校で働いている学校の先生やってる友達とかもいて、彼ら一生懸命頑張ってますよ。別に彼らのことを悪く言いたいわけじゃなくて、その上の組織ですよ、教育委員会で働いている教育委員会の教育委員会の下っ端で働いている僕の友達とかもいるんですけど、もうなんかね、もう本当に非効率も極まりないらしくて、書類を出すための書類とかもあって、なんか人に物を教えるのに何にも考えてない人たちが多いらしくてね、すごい腹立つんですよね。俺の友達を搾取しやがってっていう風にね、みたいに、その大人とか大多数が正しいとは限らないわけなんですよ。だから思考を停止してはいけないと、自分の頭で考えることはやめてはいけないと、常識を常に疑い続けましょうと、そういうことをお伝えしたいわけなんですよね。まあ人に言われたことをこなすだけだったら人間よりも機械とか AI の方が得意だしね。で、逆に機械とか AI にできないようなクリエイティブな仕事とか、創造性を働かせるような仕事とか、人間らしいこととかに集中していきましょうと。だから周りの常識人たちがその学校教育で習ってきた、人に言われたことを淡々とこなす、そういうレールに乗ってった人たちの言うことに従わなくてもいいんだよって、自分の好きに生きていいんだよって、そういうことをお伝えしたかったです。ということで、まあ何か皆さん感じたこととかがあったら、ぜひコメント欄とかで自分はこういうことを挑戦しようと思いますみたいなことを書いていただければ、他のこの動画を見ている方々のに勇気を与えることもできるので、ぜひ皆さんのコメントお待ちしております。ということで今回は以上。バイバイ。